ジンスハイムは、ドイツビュルテンベルク州北西部、ハイデルベルクの南東 22km、ハイルブロンの北西 28km に位置する都市である。この都市は、バインハイムに次いで、ラインネッカー郡第二の都市であり、周辺市町村の中級中心都市となっている。1973年1月1日以降は、大規模郡都市に指定されている。この都市は、 アンゲルバッハタール、ツーツェンハウゼンと共に行政共同体を形成している。ジンスハイムは特にジンスハイム自動車、技術博物館やジンスハイムメッセで知られている。1973年の軍の再編までジンスハイムは同盟の軍の軍長所在地であった。ジンスハイムはハイデルベルクとハイルブロンの中間。 暗い日川の中心部に位置し、オーデンバルトの南端と境を接する。市内を、ネッカー川左岸の支流であるエルゼンツ川が流れている。この川は、船舶の航行ができない、小さな川で、ネッカーゲミュントでネッカー川に合流する。以下の市町村が、ジンスハイムと境を接する。東から時計回りに列記する。バートラッペナウ、キルヒャルト。 イットリンゲン、エッピンゲン、エストリンゲン、アンゲルバッハタール、ミュールハウゼン、ディールハイム、ツーツェンハウゼン、バイプシュタット、ネッカービショフスハイム・ジンスハイム市は、中核市区のほか、1971年から1973年に合併した、市区、アーデルスバッハク、デューレンク、エールシュテット区、エッシェルバッハク、ハッセルバッハク、ヒルスバッハク、ホッフェンハイム区、 ライヘン区、ロールバッハ区、シュタインスフルト区、バルトアンゲルロッハ区、バイラー区からなる。それぞれの市区には、市区住民の選挙によって選出される、市区議会が設けられている。市区議会の議長が区長となる。市区議会では、当該市区に関わる、県案事項が審議される。また、各市区議会はさらに、市区に対する市議会の重要決定事項を遂行する。 役割も担っている。区長は定期的に校長会も行っている。宿のほか、独自の名称が付けられた住宅地や小集落があるが、そのほとんどは小さな人口しか持たない。ラウホーフ、オイレンホール、アイヒミューレ、ユングホーフ、ノイフェルトジートルング、ビルケナウアーホーフ、ブヒエナウアーホーフ、インメルホイザーホーフ、ハンメラウ、シュロスノイハウスなどである。 ジンスハイムは、ハイデルベルク上級中心の階に位置する、中級中心都市である。ジンスハイムを、中級中心都市とする地域に属する市町村は、いずれも、ラインネッカー郡に属すアンゲルバッハタール、エプフェンバッハ、エッシェルブロン、ヘルムシュタットバーゲン、ロップバッハ、マウアー、メッケスハイム、ネッカービショフスハイム、ナイデンシュタイン、ライハルツハウゼン、シュペヒバッハ、バイプシュタット、 ーチェンハウゼンである。ジンスハイムの成立史上、最もスペクタクルで、最も古い出土品は60万年前にまで遡る。ジンスハイムとハイデルベルクの間にあるマウア郊外の採石場でホモハイデルベルゲンシスの下顎が発見された。これは、それまでにヨーロッパで発見された、ホモサピエンスの祖先のうち最古の骨であった。 現在のジンスハイムの地域で最も古い入植の痕跡は、新石器時代から青銅器時代のものである。ジンスハイム及びその周辺では、紀元前3世紀から紀元前2世紀の合わせて26の寮母が発見されており、石器時代の骨壺からは石符、石槍の穂先、その他多くの副葬品が発見されている。リューレンクには、 紀元前400年頃のケルト時代の環状壁があり、その傍らからは、多くのケルト時代の出土品が発見されている。中には、多くの服装品が埋葬され、公爵夫人の墓のニックネームで呼ばれるものもある。シュタインスフルトのジュピター柱の複製成暦70年頃の、バタビ族放棄の鎮圧をきっかけに、ローマ人は、ライン側の東岸数キロメートルにまで、 支配地域を拡大した。おそらくジンスハイム周辺地域は、この時点で、ローマ帝国の支配下に入ったと考えられる。遅くとも98年までには、トラヤヌス帝によって、ローマ帝国の国境は、オーデンバルト及びネッカー川まで前進し、この地域は、ローマ帝国の一部となった。現在のジンスハイムは、アグリ・ディキュメーツと呼ばれるこの新しい領土の真ん中に、当たる。 ジンスハイムから出土したローマの四神像にはこの入植地についてセイリオブリーガの名称がある。ジンスハイム市内に残る農場建築の基礎構造やシュタインスフルト区から出土した南ドイツで発掘されたものとしては最大のジュピター柱もローマ時代の承人である。ネッカーリーメスが陥落しローマ人が退却した259年から260年に ゲルマン民族が現在のジンスハイム地域に侵入した。3世紀頃のアラマン族の入植地跡が残されている。500年頃ここにフランク族が侵攻し、550年頃にはすでに現在の中核地区にあたる場所に最初の入植地を築いた。ジンスハイムの入植はエルゼンツ川沿いになされた。マクデブルクからライプツヒを経由してビュルツブルク、さらには バーゼルに至る広域街道が作られたが、この街道はハイルブロンからシュタインスフルトを経由してジンスハイムへと伸びていた。ジンスハイムは770年のロルシュ文書に初めて記録されている。この文書はある人物がサンギスハイムの一フーフェノート地をロルシュ修道院に譲渡したというものである。大規模なフランク族の墓がこの時代を物語っている。 この村は、エルゼンツガウの中心地として、古くから重きをなした。おそらくガウの白の拠点があったと推測されている。908年頃にコンラートフォンヘッセンによって、ジンスハイムに城が築かれ、村は、防壁で囲まれた。ガウの白オットーフォンケルンテンは、シティフツベルクに、修道院と教会を創設した。教会は最初ボルムス市教区に属した。 オッーの没後、1024年に、ラインフランケンの領主、ザリエリ家の統治に移り、暗い日ガウとその周辺の領地は、ザイゾルフ・ボルフラム家のボルフラム博に、霊園として与えられた。ガウの博、ザイゾルフは新聖ローマ皇帝ハインリヒ4世によって1064年に、市場開催権を、1067年に、貨幣中蔵権を与えられた。ザイゾルフの弟で、 シュパイアー司教となったヨハネスは、ボルムスからジンスハイムのアウグスティノ会修道院を獲得し、1100年にハインリヒ4世臨石のもと、ベネディクト会修道院に改めた。この結果、修道院はそれまでよりも大きな所領を有することとなり、その中には現在のシュタインスフルトクが含まれていた。修道院は市場長として重きをなしたが、 その後1108年に、ハインリヒ5世によって様々な権利を与えられ、さらに重要度を増していった。1192年に、ハインリヒ6世がこの町に、都市権を与えた。文献上を初めて、キビタスの記述が現れるのは1234年からで、ある。現存する、最も古い、この都市の印象は1300年のものである。当時のこの都市の名前は、 サナンスハイムであった。12世紀、13世紀と過ぎるうち、領主家は、クライヒガウとエルゼンツタールの白になった。この後、ジンスハイムは何度も七入れされ、たびたび領主が入れ替わった。近隣の村との間で、領土上の連携が出来上がっていった。バーデンヘゲンミン民ン家、ヒルシュホルン家がこれを収めた。1329年から、 ジンスハイムは、プファルツ選定公領となり、1362年以後は、そのオーバーアームとモスバッハに組み込まれた。1410年にこの都市は、暴流のプファルツモスコ夫一世の所領となった。彼は1440年からは、近隣の村に対しても統治権を要求し、1472年に、これを獲得した。1499年に、 モスバッハ系が断絶した後、ジンスハイムは、本家の選定校、フィリップの所領に戻された。周辺の村は、多くが、暗い日が浮き主関東に所属する、貴族家の統治下に入った。1496年、ジンスハイムのベネディクト会修道院は、修道院長、ミハエル・フォン・アンゲル・ロッホによって、世俗の騎士修道院に転校した。 1525年のドイツ農民戦争では、約120人の放棄した農民がジンスハイムに押し寄せ、シモンを開門させた後、エッピンゲンの元主任司サイアントン・アイゼンフートの指揮下、騎士修道院に突撃して、これを奪取した。農民たちの怒りの矛先は、修道院で暮らしていたエルゼンタールガウやクライヒガウの、領主の息子たちに向けられた。後には、 おびただしい破壊の跡が残された。この事件の後、暗いガウの多くの貴族たちは、ルターの進学を支持した。ジンスハイムの騎士修道院は、1528年から1533年まで、修復が行われた。1557年、選定校、オットー・ハイン・リヒは、アウクスブルク信仰告白を公然と支持し、その後継者である、フリードリヒ三世は、 フファルツ選定公領全域で宗教改革を実践した。1565年、フリードリヒ3世は騎士修道院の内陣を開き、カトリックの備品を焼却した。その後、修道院執行部が宗教改革の受け入れを拒んだため、フリードリヒ3世は7月5日に修道院を廃止した。 1618年から1648年の30年戦争の間に略奪軍に何度も襲われ、住民は貧困と困窮に支配された。周辺地域では多くの犠牲者が出た戦いが行われた、1622年のミンゴルスハイムの戦いとビンプフェンの戦いである。皇帝側の小水ティリークは、ジンスハイムを荒廃させていった。ティリークの後には、 スウェーデン軍が、ついで、クロアチア騎士軍、さらには、フランス軍と続いた。現在のライヘンクでは、30年戦争開始時の300人から、終了時には14人まで人口が減った。ジンスハイムでも、被害の程度は、同じようなものであった。ジンスハイム修道院を、改めて創設しようという最後の試みも、戦争の混乱の中で失敗に終わった。 1648年のベストファーレン条約以後も、すっかり荒廃し、大部分の人がいなくなった都市に平和は訪れなかった。これに続くフランスとの戦争で、近隣のフィリップスブルクの要塞がフランスからの入り口にあたり、多くの軍勢の攻防の焦点となったため、ジンスハイムを通りっこの要塞に至る街道が行軍に、しばしば利用されたからである。1674年には、 オランダ侵略戦争で2万人の兵士が戦ったジンスハイムの戦いが起こりフランスの将軍デュレンヌ死者がドイツの皇帝軍を手ひどく撃破しこの町を略奪した1689年にはメラック将軍が率いたルイ14世の軍勢によってこの町は完全に焼き払われたプロイセン皇大使フリードリヒが逃亡を企てた レルヒエンネスト1730年8月に、プロイセンの王太子フリードリヒは、シュタインスフルトの小さな農家、レルヒエンネストで、父、フリードリヒヒビルヘルム一世やプロイセン宮廷からの逃亡を企てた。この逃亡は直ちに露見し、王太子はキュストリに要塞に拘留されてしまった。18世紀中頃から、ジンスハイムは復興に向かい、 緩やかに成長をしていった。ゲーテは1797年に、死と事実の中でこの都市を、明るい田舎町と書いている。1803年に、プファルツ選定工領が解消された後、ジンスハイムは、わずかな期間であるが、新しく設けられた、来人間工領に属した。その後、1806年に新たに創設されたバーデン、大工領に、 地方行政都市として編入された。別クスアムとの行政府は、はじめ1712年建造の新しい市役所内で執務したが、1840年までには、大公の別クスアムと庁舎が設けられた。1819年に、カール・ビルヘルミがジンスハイムの牧師となった。1821年の改革派協会と、ルター派協会の合併。 バーデン地方協会の創設は、これが、きっかけとなった。1830年には、原始時代の埋蔵文化財を調査研究するための、ゲゼルシャフトツアエアフォーシャングデアバターランディスカン、デンクメールデアフォアツェトが結成された。1840年9月のドイツ第8軍の、演習では、9月14日から16日の、司令部は、ジンスハイムに置かれた。この機会に、 多くの危険がジンスハイムに滞在した。その中には、バーデン大公レオポルト、ビュルテンベルク王と、皇太子、ヘッセン大公とその皇子プロイセンの王子ビルヘルム一世、さらには、ロシア、オーストリア、デンマーク、オランダ、スイス及び旧ドイツ領方国家の軍公官らが、含まれる。1848年のバーデン革命の際には、ジンスハイムでも、 民主主義者の市民や思考業者らが放棄した。革命指導者のカール・バウアー、エドアルト・シュパイザー、ミュラーラは1848年4月からジンスハイムの市長者を占拠し民主的な共和国の樹立を宣言した。革命指導者、フリードリヒ・ヘッカーをサポートするために250人の武装した死願部隊と共にハイデルベルクに向かった。 ヘッカー放棄の鎮圧は貧困を原因に始まった合衆国やその他の民主主義者を受け入れていた国への移民の波を強めることになった。合衆国では多くのバーデン出身者がフォーティエーターズと呼ばれ北軍として戦っていた。ジンスハイム出身のフランツ・シーゲルは南北戦争で将軍の階級にまで上った。これとは逆向きに 1870年代には、フィロキセラをはじめとするブドウの害虫がアメリカから侵入し、16世紀から続いたジンスハイム及びその周辺地域のブドウ栽培は数年のうちに壊滅した。多くのブドウ畑は他の作物の畑や牧草地になった。1863年に、ベツイルクスワムとジンスハイムは、 廃止された別クスワムとネッカービショフスハイムの領域を入れ拡大した。1868年から1869年にはジンスハイムを経由する鉄道路線メッケスハイムヤクストフェルト線が建設された。鉄道建設は経済的な向上をもたらした。バラスト軌道建設に必要となるため、採石場で多くの雇用が生まれたのである。 1900年には、エウゼンツタール鉄道とクライヒガウ鉄道を、縦断的に結ぶシュタインスフルとエッピンゲン線が、開通した。ジンスハイムのハウプトシュトラーセソイの、木組建築アンサンブル1910年頃に、現在の地域のほとんどに電気と浄水が、供給されるようになった。社会資本の整備が進んだにもかかわらず、 ガルテンシュタットの住宅地造成計画は1928年に頓挫した。1929年の恐慌は失業率の増加とひどい貧困をもたらした。失業者には必需品が支給された。1930年代初めの回復基調も第二次世界大戦の勃発でついえた。1924年、廃止になったベツイルクスワムとエッピンゲンの領域を入れ、 ベツリクスワムとジンスハイムは拡大した。1939年には、ベツリクスワムとから、ジンスハイム軍に組織改革がなされ、ジンスハイムはその軍庁所在地となった。1938年のユダヤ人排斥プログラムの結果、ジンスハイム及びその周辺地域でも、ユダヤ人や、その関連施設への暴力行為が行われるようになった。 ジンスハイムの市長とおよび NSD オッピーの地区指導者、イュルゲンリークの命令で、11月10日に、アムツベツルクジンスハイムに属した53市町村、すべてのユダヤ関連施設、すなわちシナゴーグ、ユダヤ人墓地、ユダヤ系企業が破壊された。1940年10月22日、ホッフェンハイムおよび他の町に住んでいた最後のドイツ系、ユダヤ住民が、 ケシュタポに逮捕され、ハイベルベルク、マンハイム、カールスルーエ地区の集合地点に集められ、ここからグルの収容所に送られた。戦争末期には、ジンスハイムは甚大な破壊攻撃を受けた。また、アメリカ軍によってネッカー川の多くの橋が破壊された、ことで、社会資本上も危機に直面した。ジンスハイムにとっての戦争は、 1945年4月2日のアメリカ軍の進駐によって集結した。ジンスハイム軍は戦後アメリカ軍の軍事司令部によって直接改革がなされた。1946年からは多くの旧ドイツ領の東プロイセンやシレイジア、チェコ領であったズデーテン地方などから追放された人々を受け入れたことで急激な人口増加が起こった。 大変に多くの住宅地を造成する必要があり、都市は歴史的な中心街を越えて拡大していった。それまで中心街に住んでいた農民たちは移住し、市街地は近代化されて、学校やスポーツ施設が拡張、または新設された。1960年代のハイルブロンからマンハイムへのアウトバーン A6 号線建設はジンスハイムを 国際交通網に結びつけ、重要な企業を誘致することとなった。軍の再編に伴い、1973年1月1日に、ジンスハイム軍は廃止され、軍域は主に、ラインネッカー軍とハイルブロン軍に分割された。ジンスハイム自身はこれによって、ラインネッカー軍の所属となった。1973年のバーデンビュールテンベルク州の、軍再編で、 多くの隣接するマッチ村がジンスハイム市に合併した。これにより、市域は現在の広がりを得、人口は2万人を超えた。市当局はこれを受けて、大規模軍都市への昇格を申請し、バーデンビュルテンベルク就行政府は1973年1月1日に、これを発行した。各時点での市域内の人口を示す。数値は、推定値。 国勢調査、または、各時点の統計局の記録に基づく。1871年以降のジンスハイムの人口推移各区の面積は2017年12月24日、人口は2018年12月31日、現在の数値である。ジンスハイム市長者ジンスハイムの市議会は、41人の議員からなる。市の代表者は市長である。 ジンスハイム氏の紋章は、金字に赤い爪とくちばしを持つ黒い和紙。氏の旗は、黄色地に黒い和紙である。この紋章と旗は、何、世紀も前に遡る。ジンスハイムは1803年まで、プファルツ選定工領のオーバーアームとモースバッハに、属しており、1803年から1806年までは、雷人間工領に属した。 1329年に、プファルツ選定公領となって、以後も、他のプファルツ選定公領内の旧帝国都市と、同じように、帝国都市の紋章である、帝国和紙を引き続き使用することが許され、現在に至っている。和紙の図案は何、世紀ものうちに何度か変更されている。現存する、最も古い印象である1300年の文書では、S。 シビブムでスフェネンスハイムという言葉がかけられている。ジンスハイム自動車技術博物館に展示されているスマイナス144とコンコルドジンスハイムには多くの博物館が存在する。その中でもジンスハイム自動車技術博物館は地域を超えて知られている。ここには多くの展示物があるが中でもコンコルドと スマイナス144の展示が人気である。この博物館は旅行の目的地としてドイツ、全土のみならず、近隣諸国からも多くの来館者を集めている。旧視聴者を利用した都市と自由の博物館は、特に市及びその周辺地域の歴史に力を入れている。シュタインスフルトクのレルヒエンネスト博物館にはには、フリードリヒ大王博物館がある。ホッフェンハイム区には、 郷土博物館がある。コモンズに、ジンスハイム自動車、技術博物館の画像が多数あります。ジンスハイムには、多くのアマチュア劇団がある。例えばワーフェルトヘター、幅広いレパートリーを演じる、シンシ・セーマー・シアター・カスド、都市と自由の博物館の運営団体であるフロインで、シンシ・セーマー・ゲシヒテ・ EV のサポートを受けて、歴史劇を演じるフリードリヒ・ヘッカー・シアター、 マックス・ウェーバー・シューレのマックス・ウェーバー・シアターなどである。シュタインスベルク城・バイラークにあるシュタインスベルク城は、玄武岩のブロックでできた八角形の首都を持つ城で、この町を象徴する建造物となっている。この城は、暗い日顔の羅針盤とも呼ばれる。1973年以降は、ジンスハイム市の所有となっている。城市の敷地内に文化祭事場がある。 ここでは下記に、上司演劇祭やシュタインスベルクフェスティバルの際に演劇上演がなされている。もう一つの歴史的な象徴的建造物は、1100年頃に創設されたミハエルスベルクに立つベネディクト修道院の塔である。修道院の建物自体や、その付属建築も見応えがある。旧セリ院は1803年に修道院のふもとに建てられ、 1857年から1896年まで、施療院として使われた。治療には、公務員の医師と付き添い看護師が当たった。また、使用人や、返歴修行の手工業者に宿を提供することもあった。1985年から1988年まで、この建物は、住居に改築された。1888年に建設されたかつての、 修道院管理者住居は現在市役所の一部となっている。1894年から1896年までにベルダードオり沿いにバーデン大公の区裁判所が設けられた。建設したのはハイデルベルク別クの建築監督官長官であったユリウス・コッホである。ファサードには石膏細工と 装飾豊かな霧妻の壁、王冠をつけた紋章が飾られている。ジンスハイムの中心街には歴史的建造物が豊かである。レストラン、ドライ国川1766年建造の旧資祭館である。教区監督官庁舎は1859年から1860年に建設された。 プファルシュトラーセ10番の2は1833年から34年に建造されたカトリックの学校がある。1876年から1929年まで1階は宗派混合学校の教室が置かれていた。現在この建物はカトリックの組織事務所として用いられている。新しい司祭館、聖、ヤーコブスは市北部の庭園内カトリック学校の近くに 1837年から1838年に建てられた。シュベン弁士ハウスは1730年建造で、ジンスハイムに現存する最も古い建物の一つである。この建物は、当時の建築の典型的な例で、二重勾配の寄せ棟屋根と幅が狭く、背が高いプロポーションを持つ建築である。一階は1811年に大規模な改造がなされた。 旧レストラン、ズンシュバルチェンボロンは、グスタフ・マイヤーらの1847年に革命に参加した民主主義者らが集会場にしていた店である。隣接する川なめし港の家は1744年の建物で、黒影邸の主人で民主主義者らの熱心な支持者であったゲオルク・デルナーが住んでいた家である。ジンスハイムにはもう一つ1807年建造の川。 なめしこうの家が残っている。エールシュテッド区のノイハウス城各区にも多くの、教会や上官、領主の館などがあるが、中でもエールシュテッド区のノイハウス城は特筆する価値がある。この他にジンスハイムの通信塔はこの町の、ランドマークになっている。この大規模軍都市で最も有名なサッカークラブは、TSG1899 ホッフェンハイムである。 このクラブは1899年にホッフェンハイム地区に創設されたスポーツクラブの一部門であり、創設以来7部リーグから9部リーグを行き来していた。1990年、ハイデルベルク出身で少年時代にホッフェンハイムのユースチームに在籍していた SAPAG の創業者。 ディートマー・ホップが支援を開始すると2000年代前半にレギオナルリーガーへ昇格し2008-2009年のシーズンからサッカーブンデスリーガ一部でプレーしているアウトバーンへ6号線のすぐ横に2009年に完成したこのクラブのホームグラウンドであるラインネッカーアレーナがあるラインネッカーアレーナは2011フィファ女子ワールドカップで使用されることになっている このほかジンスハイムには、各宿に、いくつかのスポーツクラブがある。中各宿には、TB ・シンスハイムと SV ・シンスハイムがある。校舎の女子バレーボールチームは、バレーボール分で3が2部でプレイしている。ジンスハイムには、大きな見本市会場があり、専門的あるいは一般的な見本市がいくつも、定期的に開催されている。例えば、鉄道模型と、 蒸気機関車の見本紙、オートバイの見本誌、木型模型の見本紙、浴場建築の見本紙や、カーオーディオハイファイの見本紙などである。この他に、ジンスハイムでは1902年以降毎年、フォーレンマルクトという民族祭が開催される。この起源は地域を超えて、有名な八種類誌であった。ジンスハイム駅、ジンスハイムは、アウトバーン A6 号線のマンハイム。 ハイルブロン間に位置する。この街へのアクセスは、ジンスハイムインターチェンジとジンスハイムシュタインスフルトインターチェンジを利用する。さらに、連邦道 B39、45、292号線が市内を通っている。市内には、エルゼンツタあル鉄道沿いに多くの駅がある。シュタインスフルトで支線であるシュタインスフルトエッピン源、線が分岐する。市内では、 大変駅がこの路線沿いにある。この路線は、エッピンゲンで、暗い日がう鉄道のカールスルーへ、ハイルブロン間に接続する。エルゼンツタール鉄道と、シュタインスフルトエッピンゲン線は2009年の、終わりまでに電化されラインネッカー S バーン網や、ハイルブロン私鉄道網に組み込まれる予定である。ラインネッカー S バーン網に組み込まれる区間では、乗り換えなしに、 マインハイムにアクセスできるようになる。バルトアンゲルロッホにはかつて支線のビスロッホ、メッケスハイム、バルトアンゲルロッホ線が伸びていたが、1963年に旅客運行を停止した。ラインネッカー交通連盟に加盟しているジンスハイムのシバスモが公共交通網を提供している。ジンスハイム飛行場が技術博物館のすぐ近くにある。ジンスハイムでは、 日刊誌、ラインネッカー・ツァイトゥングが刊行されている。ジンスハイムの区裁判所ジンスハイムには、ハイデルベルク地方裁判所の会期間である区裁判所、交渉人役場、会計局、及びラインネッカー軍の軍行政機関の支局がある。この都市は、プロテスタントのバーデン地方協会の暗い日がう、協会管区の本部所在地である。このほかジンスハイムには、 軍立病院、老人医学リハビリクリニックや、軍立養護院からなる、ジンスハイム健康センターがある。ジンスハイムは、伝統的に、周辺地域の学園都市でもあった。三つのギムナジウム、マックス・ベーバー・シューレ、クライヒガウ実業学校、カール・オルフ養護学校、三つの基礎家庭、本家庭学校がある。また、宿部にもいくつかの基礎家庭、本家庭学校がある。 ラインネッカー軍の職業教育センターには、マック・ベーバー・シューレ付属の商業経営学校、フリードリヒ・ヘッカー・シューレの営業学学校及び、家政学専門のアルベルト・シュバイツァー・シューレが含まれる。ラインネッカー軍は、精神障害者のためのシュタインスベルク・シューレも運営している。また、旧ベネディクト修道会の施設を利用して2つの、私学校がある。 ズンギスハイム青少年の家財団の職業訓練校とミハエルスベルクの教育学の私立学校である。以上の文献は翻訳元のドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に最取直接参照してはおりません。ありがとうございます。